生ため瞳は日本の声優、女優、歌手。新潟県佐渡市生まれ、神奈川県横浜市出身。県プロダクション所属。専門学校東京コンセルバトと R ナオミ卒業。専門学校時代より様々なオーディションに参加。ラジオ、サムシングドリームズマルチメディアカウントダウン内で声優志望者によって結成されたドリカンクラブの一員として、 田村ゆかり、堀江由衣、朝浅川優ーと短期間活動していた。卒業後は、江本明の芝居に感銘し、劇団東京館電池に入団し、女優として活動する。退団後、ケンプロダクション直属の声優養成所である、スクールデュオに4期生として入所する。2003年、養成期間中に、ゲーム、サムライスピリッツレイのキャラクター、リムルル役と、テレビアニメ、 新月丹、月姫のヒロイン、アルクエイド役と、テレビアニメ、マブラホのヒロイン、宮間優奈役に抜擢されて、以降、声優としてブレイクしていった。2011年、演劇ユニット、ナバカンを立ち上げ、2014年までに3公演をプロデュースし、自らも出演した。現在は休止中。同じ事務所所属の伊藤生徒の声優ユニット、生ため瞳と、 伊藤生としても活動した。2014年8月4日、ブログにて入籍を報告した。好きな言葉は、冬は必ず春となる。家族構成は、両親と弟の4人、読売ジャイアンツのファンである。中学生時代は、ソフトボール部に所属し、高校生時代は、バレーボール部に所属していた。生止めの母親は、時々まんまるまる姫というペンネームを使って、 自分の娘の番組に、娘への苦情を投稿したり、娘の番組に乱入してはよく喋りよく、ボケるところから、今ではファンからも、丸メと呼ばれている。2003年の TBS アニメフェスタ初日にて、新月探、月姫の担当声優の発表が行われた時には、同作のヒロインアルクエイド役に当時無名だった、生ための起用に、驚きの声が上がるも、 イベント二日目には早くもファンコールが起こる。同時期に開始された TV アニメ、マブラホのヒロイン、宮間優奈役にも抜擢され、遅咲きながら、大ブレイクへの道を突き進むこととなった。スクールランブル2楽器 DVD 第4巻の映像特典、清水香織のスクランをフ会の出演時、将来の夢を、長野で子屋をやりたいと表明。さらに、 その駄菓子屋に自分の孫たちが多数来店することを楽しみにしていて、その前提として出産の願望が、さらにその前提としてまず結婚の願望があると語った。早手のごとく。第41話から42話では、桂姉妹の出自通信の大事、イラストも担当している。新曲総会、ポリホニカクリムゾン S 第2層のエンディングスタッフロールに、 生ため瞳と,とご喫されている。2013年1月にドキドキ、プリキュアで主人公、アイダマナを演じることが発表された。前年体調不良を繰り返していた生ためはそれでも芝居がしたいと思い、プリキュアのオーディションを受けたいとマネージャーに伝える。マネージャーからは、お前には無理だよ。年齢的にも、キャラクター的にもと。 反対されるもなお引き下がらず、受かる受からないじゃなくて、チャンスをください。無理だなんて言わないで、少しでも可能性がそこにあるなら、やってみたいんです。と言い返し、これを聞いたマネージャーは、プリキュアのために1年間のスケジュールを開けた。今回の発表を受け、生ためと信仰のある過去に、プリキュアを演じた、小清水亜美、折笠富子、福江美里から祝福のコメントが寄せられたという。 なお、生ため自身のプリキュアシリーズへの出演自体は、2004年の、二人はプリキュアに中川由美子役で出演して以来である。テレビ朝日系列のバラエティ番組、クリームクイズミラクル Q の出演の話が来た際、本人は事務所に対し出演に難色を示したが、マネージャーの説得もあって出演することになり、出演した際は緊張はしたけど、他の出演者の方々が、 とても優しくて助けていただきました。本当に感謝です。と自身のブログで綴っている。ふとじはメインキャラクター。映画ドラマアニメその他はインターネット配信。ありがとうございます。